はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画347回目は2021年発売バイスクルスペクトラム V2 です。前作の V1 の時のスペクトラムと比べると枠がなくなっているのと本当の一部がね変わっているのと表紙も少し変わってますね。で、プロデュースの方は同じくマジシャンコスモスラノになっていて、一部のデザインがライダーバックとは違っている状態です。前に V1 の時に2016年発売と言ってたんですが、2012年発売で、2016年に歌のプリンス様というアニメの神宮寺蓮っていうキャラクターがこのスペクトラムデックをデッキ中で使っているということで、ちょっとね勘違いしてたみたいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルスペクトラムライダーバック比べると枠線がなくなっている状態ですね。横面がマジックフィニッシュという表示からエアクッションフィニッシュメイドイン USA に切り替わってます。反対側はザ・ユナイテッドステイツペンカードカンパニー、同じですね。上面の表示はスタンダードフェイススペクトラムバック。クローザーシールがなかったらこちら側にもスペードのマークは多分あるんじゃないかなと思います。クローザーシールの方はなくなっていて、バック表示はこちら側 V1 の方はズーム表示になっているんですが、端っこまで表示されるみたいに表示が切り替わってますね。で、下は同じ表示なんですけどフォントの方が変わってます。で、下面がマニファクチャードバイ USPCC のアランが KY だったのが、 V2 はバイスクルの反転表記になっていて、これね調べたらスペクトラムプレイングカードカンパニーっていうところから発売されていて、これコスモスラノが立ち上げたのかな、ちょっとわからないんですが、別会社の OEM 生産で USPC 製じゃなくなっている感じでバイスクルのロゴを使いますっていう、ね、反転表記に切り替わってます。デザインの方の一部ね、スペードのエースとジョーカーがコスモスラノのデザインになっていますよっていう表示が入っています。それでは開封したいと思います。後でねこれ比べたいと思います。クローザーシールがないのでそのまま開けたいと思います。はい、この部分は前と同じですね。前回と同じでコスモソラノのサインが入っています。バック面はダブルバックが1枚ついてて、もう一つはこれ並べ方のサイステビンスシステムの多分並べ方、並べ順ですね。この順で多分並んでるんですね。なので一番前がジョーカーの後、これがコスモソラノの、まあ、肖像かな、目が開いてるのと目が閉じてるバージョンのジョーカーがついていて、ここからがサイステビンスシステムというそれぞれ並んでいて、順番を覚えるためのねこう並べ方があるんですけど、それになっている状態でバラバラに並んでいるっていうように見えるように並んでいる状態で、詳しくは前の V1 の時の動画で説明しているのでリンクを貼っときます。はい、スペードのエースとこのジョーカーがコスモソナのデザインになっている以外はライダーバックのデザインになっています。で、少しずつグラデーションしていくっていうスペクトラムの表示になっています。暖色から寒色に移っていて、また暖色に戻ると。それでは V1 の方と、比べる前に、まあ、まず通常の性能を評価しましょう。はい、スペインの方はまあ高品質ですね。弾力の方は柔らかめです。あれを入れてみます。斜めにすると入っていくんですけど少し入りにくいですね。おそらく混ぜれば入ってはいくとは思うんですけど、これ
混ぜちゃうとね、このグラデーション崩れちゃうんですよね。再ステビンスシステムのこの並びも崩れてしまうので、ちょっとねこのまま V1 は並べ直してあるので見比べてみたいと思います。 V1 の方はこんな感じのレインボーのカードとのダブルバックですが、これは通常のね緑と紫のダブルバックになってます。で2枚目のカードが、あれ V1 はもしかしてこれ並び違うのかな。 V1 はダイヤから始まってて、再ステビンスシステムではあるんですけど、並び方変えたんですね。この多分途中から同じだと思うんですけど、分かりやすいように多分端がジャックになるように揃い直したのか。前作ではダイヤクラブハートスペードだったのが、ダイヤスペードハートクラブの順に並べ替えてあって、まあどちらにしてもね、再ステビンスシステムを使った並びで、この4種類の並びが連続してるっていう感じで、並べ方はこれと同じになってる状態で、グラデーションの裏が合うという感じになってるみたいです。はい、並びもちょっと順番も変わってるみたいですね。一応これはグラデーションは合わせてるはず。うん、あれちょっと一旦並べ替えます。はい、V1 の方と V2 の方でこう並びを同じにしてみました。どうやらね、 V1 の方のグラデーションが V2 の方と全く真逆だったみたいで、全部逆順にしてあります。はい、というわけで一番上は赤なんですけど、ほんのり色が濃い感じがします。 V1 の方が若干明るい感じですね。肉眼で見てほんのり違うかなっていう感じです。はい、最後同じ目の開いてるジョーカーで、色が最初はこちら側が明るかったんですが、 V2 の方が明るくなっていく感じで入れ替わっちゃいましたね。でこっちは逆順にしてるので完全に元に戻りました。で V2 の方は逆順にしてるので逆になったんですが、あれこれもしかしてそういうことか、逆に入っててこっちを逆にすると元に戻るんだ。最終的に逆順にすると全く同じ並びになったみたいですね。同じですね、っていう感じでした。そして
グラデーションの時はこんな感じですけど、混ぜるとやっぱりカラーフラッシュみたいになります。はい、バイスクルスペクトラム V2 を開封しました。 V1 と比べるとね、かなりね変更点とかフォントとか変わってたり、もうすでに USB-CC ではなくなって、スペクトラムプレーンカードで新しい会社を立ち上げて発売するなど、いろいろ状況に変化があったみたいです。で、中身の方のねセットも若干変わっていて、レインボーのカードが入っていた V1 に比べて、こちらがダブルバック、カラー違いで入っています。で、厚みの方ちょっとね比べ忘れちゃったんですけど、比べると V1 の方が V2 よりも1枚分の厚みで、2019年のスタンダードと比べると、そこからこちらの方が1枚分厚みなので、ちょっと分厚めですね。ということは2019年のスタンダードと V1 とは同じ厚みみたいです。それではジャンル分けします。2019年と比べてこちらの方が1枚分厚みあるので、厚い、普通に高品質です。コスモソラノとスペクトラムプレイングカードという新しいのがあって、ロゴ OEM 生産ということで、まあコラボなのかな、 OEM 生産ですね。はい、でスペクトラムのグラデーションのコンセプトデザイン再販ということで、まだ全然レアではないんですけど、そのうちレアレッグになるとは思います。バイスクルスペクトラム V2 でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。